出店して50万あるんです。これから行きます。しゃべくりマックスの始まるよ。はい、皆様こんばんは。5月11日月曜日、237回しゃべくりマックスの時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝は結構寒かったですね。私のところも暖房ちょっと焚きました。はい、お昼はですね、またこれ逆にあったかいっていうんですかね、暑いぐらいでしたですね。今日も今も松代も結構あったかいっていう感じはしております。はい、さて今日のゲストをご紹介いたしますけれども、エコールドマッスルクラブで監視戦火を担当していらっしゃいます、寺島宝英さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、これからまあ監視についていろいろお話を伺うんですが、まあ、こういった監視の世界ってこういう冊子もできておりますですね、そういった点からまたちょっといろいろと寺島さんにお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。まあ監視といってもあまり私どもはあんまりね、身近な感じはしませんけれども、まあ、今日は監視入門みたいな感じで簡単に、はい、ご説明いただければなというふうに思います。よろしくお願いしますね。で、まあ、あとはそうですね、寺島さんって今失礼ですけどお年はおいくつですか？78。78歳。はい、78歳。はい、はい、お元気でございます。はい、まあ監視にですね、じゃあ関心を持ったっていうかね、きっかけっていうのをですね、ちょっとご説明お願いできますか？はい、そうですね、今から20数年前でしょうか。はい、たまたま知人に誘われて、はい、下手なもの好きじゃないですが、詩吟を習いに行ったわけですね。でそこで、教本というものを見せていただきました。はい、その時にですね、はい、書き下しというところを節つけましてですね、はい、歌うようにと教えていただいたんですが、何せ不器用なもんですから、はい、こちらの原文というのも教本にはちっちゃな字であったんですね。それをこれ何だと聞きましたら、それ原文だと、うん、じゃあこれ読まないかと、読めないよと。あ、はいはい、それがきっかけで、じゃあ俺が読もうじゃないかと、はい、じゃあもう作っちまえばいいじゃないかと、それがきっかけでして、すっかりハマりまして。あ、そうですか。はい、まあ、じゃあこの作詞の基礎知識とかって、監視の作法とかって何か作法があるんですかね？そうですね、決まり事としまして、はい、まあ、簡単に申し上げますが、標則と言いましてですね、はい、よく標則が合わないなんて言いますが、標、はい、というのは平らということで、はい、平らは、これですね、そうですね、標則は、はい、平らな音、はい、平らな声ですね、はい、で則は、かしいでるって言うんでしょうか、いわゆる傾いてる音、平らな音がフラットとすれば、はい、その側の方は、シャープということになります。ですから、音符のようにたくさん12音もありませんでしたら、この2つだけ、2つだけ、白、まあ極端に言いますと白か黒か、白い方が表と、黒い方が即と、2つしかないんです。そのどっちかを組み合わせて、それが決まりがありまして、七音の絶句あるいは五音の絶句というのがありまして、その配列が決められてるわけですね。白黒をある法則に従って並べなさいと、漢字を、はい、それが漢詩の始まりって言うんでしょうかね、基礎なんです。ああ、はい、そうですか。それと句末と言いまして、句の一番最後、七音ですと7つ字があるわけですが、はい、一番下の字に韻を踏むと言いましてね、はい、まあ、音韻って言うんですが、響きを同じにしなさいと。4行あるのを絶句と言いましてですね、はい、絶句も一句二句三句四句と、はい、で一句目二句目それと四句目にも一番最後の七字目が同じ響きの
あの字にしなさい、全く同じ字という意味じゃなく て、グループが106あるんです。その中から選びなさいって。そうなんです。じゃあそれあれですかね、はい、私らがこうやってやった時に、はい、その、はい、あの何ですかね、本みたいなのあって、その中から選ぶという形、はい、そうですね。あの誰にもできる、監視の作り方なんていう本が出てましてですね、これがそうかな、はい、そうですね、これになるですかね、はい、でここのところちょっと字が細かくなりますんですが、ここのこっちはなんか春のあれだとか、そうですね、季節の季節でね、あの分かれていまして、はいはいはい、その、季節の、まあ季語、俳句でいう季語みたいなもんですね、それでその決まりごとに従って、これを拾って、はめ込んでいく、はめ込んでいくわけです。パズルみたいなもんですね。なるほどね、はい、その先ほどのその一つのグループというのは、これ一の東って書いて一等というんですがね、東の中に風とか中とか、東、まあたくさんあるんですがね、その中の一字を入れなさい、入れなさいと、一番最後のところ、七字目にですね、一句目二句目四句目、というのは起承転結ということになるわけですが、結っていうのは結びの、そうなんですね、最後の結びってことでね、はいはい、木はあの、起こす、歌い起こしですね、で、小句の方は受けたまわる、受ける、歌い起こしについて受けてるわけですね、で、天空というところは今までの歌ってきたことに、まあ180度まではいかなくて、まあ、違う、そうなんですね、違うことを言うの、あの全然あの外れちゃった具合が悪いですが、関連性のあることで、はめ込む、はめ込むと、でそれもこういったその、はい、本があってその中から選ぶという形になるんですか。そうですね、はい、こちらにその例がありまして、ですね、例えば菊をどこから作るかというお話の方がいいでしょうかね。あ、はいはい、監視は一体どこから作ればいいかと、これがいいですかね。そうですね、これでいきますか、はい、それでいきましょうかね、はいはい、例えばあの五音絶句と七音絶句という両方ありますが、五音の方が字数が少ない分楽に見えるんですが、5っていうのはこれです、1、2、3、4、5ですね、はい、5字あるんですね、はいはいはい、で片方は7字、7つ、はいはい、で、あの数の少ない方が土俵が狭いもんですから、作るの大変なんですね、要は凝縮しなきゃいけないってことね、はい、あの、いわゆる歌ですから、情景描写をするわけですが、はいはい、その情景描写をするに土俵が広い方がいいわけですね、それで七言絶句というんですが、その絶句というのは起承転結というのがありまして、はい、それに従ってこちらの方があの、はい、入門とすれば楽でいいっていうことですね、こちらでね、はいはい、そうするとあとね、はい、これは漢詩作るの前段階とかっておっしゃって、はい、実践漢詩を作ってみるっていう形のあれでこういう本に載ってるんですけども、はい、そうですね、はい、であとこういう七言絶句のルールですよって先ほどの感じですね、ですね、はい、これちょっと説明していただいていいですか。これもですね、普通歌にしろ俳句にしろ頭から作ってるんですけども、頭から作っていきますと、はい、最後の方行ってもうどん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 話が大きくなっちゃって、あのどういうんですか、結論が出なくなっちゃうんですね、はいはいはい、ですから先結論を出しておいて、次にそれからあと追ってくる、追ってくるわけですね、はい、ね、これの作った松代高校の小柳夢二君という、小柳夢二、すごい、はい、ですね、去年ですね、はい、新潟の諸橋哲司博士記念館の、はい、大会がありまして、全国大会なんですが、はいはい、高校生の部で、はい、まあ、新潟日報賞という賞をいただいた詩なんですが、彼に、作らせたわけですが、はい、応募するのについてですね、はい、でお前一体彼にね、お前さん学校でどんなことがあったんだと、何でもいいから話してごらん、はいはい、いや実はね帰りに
あの夕立にあったと、はい、自転車で帰るもんですから、はい、途中で雨宿りなんかコンビニで雨宿りしたんです、はい、だからその時に地区周りに綺麗な虹がかかってたと、じゃあそれいいじゃないかっていうんでね、それを結論にしましょうよっていうんで、ここのところですね、神戸を巡らせば、最高鮮やかな虹ですね、曲線にかかると千曲川にかかると、こういうふうにやったわけですね、神戸を巡らせばって振り返ってみれば、あのまあ神戸ってこれ首だね、首ですね、首ですね、はい、振り返るってこれ貝っていうこと、こうやって読むんだね、そうなんですね、はい、まあ、それでこれが虹で貝ってなる、最高ですね、これはこのまんま、ここに例点がついてますので、はいはいはい、ですから上貝っていうものですね、はいはい、神戸を巡らせば最高、はい、それであとここ千曲川ですから曲線ですね、この線という川というのはね、陰字でして、これと先ほどのお目にこれとそれから煙ですね、円ですが空天が同じグループの陰なんです、響き、あそれもやっぱりその一つのあれに入ってる、ルール入ってるんだね、はい、それで、これが結論としまして、はい、学校の帰りに、その夕立にあった、パッと晴れたけれども、はい、振り返ってみたら、ちょっとあれに綺麗な虹がかかってたと、それは一体どういうあれなんだと、言いましたら、あのここのところですね、軒先流煙って言うんですがね、軒先に、晴れるのを待っている人が三三五五、あっちに3人こっちに4人いたということ、はいはい、あそれを読んでるわけ、はい、それで今度こちらの方へ菊の大奉仕の方を先作るわけですね、はいはい、これ肉一生で締めてからね、はい、肉一生と言いましてね、はい、でこちらの方で、このところはにわかに豪雷、雷さんですね、豪雷を下す白昼の天、ね、あの真っ昼間の空だと、はいはいはい、あの天というよりよくあの空、穴かむにこうって書いて空って字ありますね、それは空はもう空、日本語では空なんですが、漢詩では空とは空と言いまして、虚しいと読むんですね、ですから天はあくまでも空は天ですから、こういう天を使います、それで、これをご覧ください、白昼の天と、次は何でしたですか、これは風、そうですね、風刺というのはね、はい、あの中国にそういう伝説がありまして、はい、まあ、ややこしい話になりますから簡単に言いますけれども、風の神さんですね、いわゆる風の神さんがたちまち怒って、その二百貫目にしちゃった、雨が煙ってほど土砂降りになった、こういうことなんです、これだけどこうやってこっちのこれを読みながらこうにやるとなかなか分かってくる感じだよね、これだけ見るとあんまりよく分かんない、そうです、こっち切り見ますとね、分かんないですね、こっちはね書き下しと言いましてですね、こちらの方は読めるように、作ってあるわけですね、なるほどね、だからこれが先ほどおっしゃってた、はい、入選した、ね、表彰状ということでね、はい、あとはあれですね、はい、先ほど言ってたその誰にも漢詩の作り方とかなんとかっていうの で、ねはい、はい、いろんな教本が入ってる、はい、あれ本です ね、 そうですね、これね、ここには季節ですね、春夏秋冬、あるいは、どういうんですか、お祝いの詩、はい、あるいはお見舞い、お悔やみ、はい、あととうとう、あのいろいろ入っているわけです、ちょうど俳句の季語集みたいに、こういう形のあれで ね、 ですね、先ほど言ってたね、ここの部分ですね、ここの部分をこれ自分で選ぶわけだ、そうです、あの自分でまずご自分でですね、作ってみまして、あの4行作ってみて、その中から漢字をこの中で拾ってですね、これ入れ替えちゃうと具合悪いんですがね、この列はこういうふうに見るわけですね、この列もこういうふうに、この列もこういうふうに、なるほどね、はい、これもちょっと面白いっていうのは、海津城海湖なんて書いてあるんですけど、これはどういうあれですか、これはたまたまですね、あのこれも詩人の大家が作ったんですが、あの
私ども日本人が読む分にはですね、何ら問題がないと思うんですが、はい、漢字で読みますとこれ海津城とは読まないんですね、うん、海津じゃなくて海津と読むわけですね、うん、海津城、海津城って何だってこういうことになっちゃってね、うん、海の真ん中の町かと、うん、あの向こうの人、中国の人たちが見るとね、うん、多分そういうふうに読めるんじゃない、うん、海湖はねこれは古を、うん、どうですか思うということでね、うんうん、でこちらの方はねどこが悪いかと言いますと、うん、ここのところですね、あの紀山というのはもう有名な武田信玄のお国なんですよね、うん、これは皆さんご存知だ、築城も海津城ですから、うん、築城、うん、これ、うん、本当は山本勘助が作ったお城なんですけれども、うんうん、この歌では紀山がこちらにありますね、紀山、うんうん、の築城、うんうんうん、真田に及ぶというと、ここも私がねどうも納得がいかないところ、うんうん、この真田というのは固有名詞には違いないんですが、うん、その場所なのか名前なのか、うん、ちょっとここのところ引っかかりまして、うん、色をわざとつけてあるんですよ ね、 ね、で表則もこれ合ってないわけですね、うん、2番目と4番目は違わなきゃいけないものを、うんうん、あの全然もうどういうんですか、全然合ってませんですからね、うん、あの一つだけいいところあるんです、この韻 のところは全部同じ韻を踏んでましてですね、ここのここですね、はい、田、田んぼですね、田、うん、それからこれは伝える田ですね、伝える、うん、それから年、年、これは韻が同じに踏んである、うん、ですからこの人はね韻だけ考えて作っちゃったんですね、うん、日本語でですから和集っていうんですが、うん、あのあそういうのもありってこと、ありなんですね、ありなんです、うん、で今はねこれ作りましたらまずどこ持ってても現れますけどね、ああそうなんですか、わ、はい、かりました、はい、まあいずれにしても、このエコールドマッシュのクラブ、はい、ね、感染下のご案内っていうんで、今これな年賀状お祝いの詩、ね、お悔やみの詩、はい、他の漢詩っていう形で、はい、この勉強会ですね、はい、講義をやっております、そうですね、5月8日終わりまして、はい、5月22日、はい、9時30分から11時ということで、はい、真っ白公民館講義室です、はい、1ヶ月、まあ、2回で500円ということで、はい、寺島さんまでっていう形で募集かけておりますね、はい、エコールドマッシュロの、エコールドマッシュロ事務局でも結構ですね、で、そうですね、はい、はい、まあこれからまた一ついろいろとマッシュロのことを感じ、監視もねやっていただければと思います、ね、やらせていただければと思ってます、はい、今日はどうもお忙しい中ありがとうございました、頑張っていただきたいと思います、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。矢部田さん、はい、ご苦労さんでした。あ、どうもありがとうございました。難しかったですね。難しいね、監視、ね、こんなに難しいと思った。いや、俺監視しちゃって本当に。あ、よかったね。よかった本当に。ちょっと練習してもらった方がいいかもね。うん。いや、あのね、いや、よかった、うん、いやね、聞いてるとね、うん、難しいけどね、うん、すげえ、あ、いいと思った。あ、そう、うん、よかったな。よかった、はい、はい、ということでお知らせを。はい、お知らせですね、はい、これね、長野商工会議所真っ白支部で、はい、真っ白のね、お土産ガイド、お、これ今回初めて作ったの、お、うん、これねちょっと見ていただきたいんですけど、うん、これだけお土産屋さんが結構ありますよって、うん、でね真っ白来ていただいたらこのお土産買ってっていただければいいかなっていうのでね、うん、全国地のご会長もありますし、うん、ね、これからいろいろと真っ白来ていただいて、まあ、ぜひねこれお土産を買ってっていただきたいな。いいですね。はい、こういう地図もあったりとかね。はい、うん、表紙はこんな感じです。なるほど。はい。ちょっとあの垢抜けたようなね、ちょっと柔らかい感じの、いいですね、はい、そんな形でございます。はい、ぜひお願いします。はい、街歩きセンターにありますのでね。はい。はい。
ということで、はい、来週の、はい、来週はですね、はい、宮坂さんでございますね。すね、はい、はい、いや来週はどうしましょう。そうですね、どうしましょう、こうしましょうって、はい、ね、あの宝物館の中にありますね、うん、文化施設の管理事務所の所長、うんうん、ね、今回今度また新しく4月、ね、変わられたね、今年度変わられましたね、うん、新しく、うん、近藤さんをみんなって所長さんで、うんうん、それでいろいろあのあそこで管理してる文化施設いろいろあるんですよね、うん、松代城をはじめ、うん、宝物館、それから文部学校さんでね、うんうん、まあ、横竹もありますよね、そこら辺の文化施設についてね、うん、あの説明をちょっとね、うん、詳しく、見どころなどもね、うん、新所長さんにお伺いしようということです。ということで、はい、いろいろなね、面白い話もあのお聞きになれるんじゃないかと。あ、そうですか、じゃあ期待しちゃう、期待してください。わかりました。それでは来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに。はい、よろしくお願いします。